皆さん、こんにちは。今日は、皆さん、こんにちは。ちょっと、霊夢ちゃん、めっちゃ近いんだが。そりゃそうよ。タイトルの国書紛失事件って何よ。何って？前回の動画で、随所和国伝の記述の裏付けが、日本書紀にも書かれていて面白いから紹介したいんだぜ、とか。あんた、得意げに言ってたでしょ。おう。日本と中国の両方の記録に、小野妹子が隋の皇帝に会いに行ったエピソードと、隋の使者が来日して、天皇に謁見したエピソードが載ってるんだよ。それ、今すぐ説明しなさいよ。それなのに、国書紛失事件って、どういうことなの？この、国書紛失事件の裏に、歴史の真相が隠されている。はぁ？じゃ、説明するから定位置に戻ってください。では、解説スタート。定位置にいい。あ、はいはい。帰らないでね。おう。まず、日本書紀の内容を見ていくんだが、今回の内容の裏付けとなる中国側の記述は、前回の動画、隋書和国伝で紹介してます。今回は、前回と内容がリンクしますので、よろしければ見てくださいね。さあ、解説スタート。今回、注目すべき人物。それは小野妹子だ。小野妹子。そして、妹子といえば、国書紛失事件だよね。国書紛失事件。隋の容体から預かった手紙を移動中に紛失する事件なのだが、この事件に隠された本当の理由が実は今回の最大のテーマだったりする。それが歴史の裏側の真実なのか？では、日本書紀を読む前に小野妹子について説明しよう。おう。ズバリ、妹子は何者なの？大和朝廷に仕える役人で、漢字12階でいうところの代来、上から5番目の役職だ。結構偉いんだな。外務大臣のポジションだよ。ふむ。一説によると、出身は近江国小野村。現在の滋賀県大津市にあたる。へぇ、都のある飛鳥出身じゃないんだ。当時の近江には、渡来人が大勢暮らしていたというから。その影響で、妹子は外国語や海外の情報にも通じてた可能性がある。なるほど、天皇の代理として、ついに派遣されるぐらいだから。海外の情報に疎い人じゃ、務まらないわ。だな。さあ、日本書紀の解説よ。待て。本題に入る前に知っておくべきことがあるんだよ。何？当時の天皇は推古天皇だが、政治を取り仕切っていたのは聖徳太子だ。知ってる。でも、朝廷の実権を握っていたのは蘇我馬子。それも知ってるわよ。三人とも親戚同士でしょ？そうなんだが、馬子にとって推古天皇は姪っ子。皇太子である聖徳太子は、馬子の姪っ子の息子だ。年齢的にはおじいちゃんと孫。推古天皇と聖徳太子は、天皇中心の中央集権国家を目指して、17条憲法や漢字12回を制定するなど改革を進めていたのは知ってるよね？馬子も仲間でしょ？一応そうなんだが。だが、豪族たちは、女性である推古天皇や、年若い聖徳太子より大豪族の長である馬子の権威になびいていたと思われる。馬子が利権を握ってたのか？おそらくそういうこと。でも、推古天皇と聖徳太子とは違い、蘇我馬子は天皇家の血は入ってない。ふむ。正式な外交儀礼の場では、蘇我馬子は単に有力大豪族の一人に過ぎないんだ。普段威張ってるおじいちゃんも、外国相手となれば、手も足も出せないのね。そう、そこがポイントなんだよ。外交関係で日本が優位に立てば、豪族たちの、推古天皇や聖徳太子を見る目も変わってくる。なるほど、パワーバランスをひっくり返すことができるのね。そう、だから、大国隋に対しても、あからさまにペコペコする強硬外交じゃダメなんだ。対等に、やり合うぐらいじゃないと、豪族たちは納得しないのね。そこで、例の手紙なのか。引いずるところの天使、消費没するところの天使にいたす。つつがなきや。容体にしたら、お前も自分のこと天使って言うんかい、ってなるわね。中華思想では天使は隋の皇帝ただ一人。天使が二人いるのはありえないことなんだ。しかも、隋からすれば、ペコペコ強行してくると思ってたはずだしね。でも、下手すれば、妹子は打ち首になる危険性もあったかも。そこは聖徳太子だ、国際情勢を熟知している。聖徳太子の国際人っぷりも動画にしてますので、詳しくはそちらをご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきますね。で、聖徳太子はどんな情報を握ってたの？朝鮮半島情勢だよ。朝鮮半島情勢。隋は、高句麗と対立してたから、地政学上、日本と敵対しては不利になる。だから、少しくらい失礼があっても、許してもらえると踏んでた可能性がある。ほう、それを見越して、わざとあの手紙を？
一か八かの大勝負ではあるが、そこは妹子の才覚を見込んでのことだったのかも。妹子、有能説。それに、隋の皇帝へ送る国書だから、朝廷内の豪族たちにも見せて、承認を得る必要があったかもしれない。確かに。あの、強気な手紙なら、豪族たちも文句ないわね。とまあ、こういう状況を前提に日本書紀を読んでいくよ。はい、了解。隋古天皇即位15年の秋、7月3日。西暦何年なの ?607 年だよ。代来の小野の妹子を諸越に派遣した。え?ちょっと待って。何?諸越に派遣したって言わなかった？うん。ついに言ったはずだけど。諸越って何よ。諸越とは、外国とか中国というざっくりとした意味で使われたのでは?という説があるらしい。定かではないのね。ま、とりあえず、ここでは中国って意味として使ってると思ってほしい。続きを読むね。はい。蔵造りの副理を通訳とした。あ、通訳もいたんだ。蔵造りという一族は、綾系の渡来人として知られているよ。中国語ネイティブなら、頼りになるわ。一大国家プロジェクトだから、優秀な人材を揃えたと思うのよ。ふむふむ、納得。隋古天皇、即位16年の夏、4月に、小野海、妹子は、諸越から到着した。15年の7月に出発して、16年の4月に帰国したのね。1年かからなかったんだな。無事に戻れてよかった。諸越の国は、妹子に、ソイン公と名付けた。ソイン公?小野の妹子、で発音が、難しかったんじゃないか?妹子、陰公。なるほどねー。いい線言ってるかも。そうね。でも、日本書紀に、ついでの出来事は書いてないの?もう帰国したって言ってるじゃない。そうなんだよ。中国側の随所和国伝には、和王からの手紙を使者が持ってきて、それを読んだ隋の皇帝が激怒したエピソードが書かれてるんだが。例の手紙ね。そうそう。日本書紀には、隋での出来事が一切書かれてないんだ。隠蔽したのか?さっき話したように、朝廷内も一枚岩じゃないから、激怒させたなんて、記録に残せなかったんだろう。そうね。まあ、結果的には隠蔽だな。では、続きを読むね。諸越の使者の、ハイゼイゼイと、しもべ12人が、妹子の帰国に従って、筑紫に到着した。妹子が連れて帰ってきたのか?日本側が招待して、一緒に来てもらった感じみたい。へえ、さすが妹子。失礼な手紙を渡しときながら、中国側の使者を連れて帰ってくるとは。そう、隋から正式な使者を迎えるなんて、大和朝廷始まって以来の大イベント。でかした、妹子、豪族たちも何も言えないわ。聖徳太子が見込んだ人物だけあるな。うん。何話の岸尾を派遣して、諸越からの客人の、ハイゼイゼイたちを迎えた。何話の岸尾、何話の岸尾は、飛鳥の豪族なんだが、菊島でお出迎えに行くよう朝廷から命じられたんだ。菊島でって、九州の菊島なのか?そうだと思うのよ。諸越の客人のために、新しい迎賓館を何話の駒の室積みのそばに作った。駒の室積み。何話の地には、外国からの使者のための迎賓館がいくつかあったんだよ。なんと、607年の何話に、迎賓館がいくつもあったのか?当時は、百済や新羅など半島から多くの使者が来てたんだよ。日本書紀には、もちろんそういった記述があるんだが、随所和国伝にも、新羅や百済は共に和国に使いを通わせ、頻繁に往来していると書いてあるよ。だからいくつもの迎賓館が必要だったのね。そう、既存の迎賓館はいくつもあるんだが、ハイゼイゼイさんご一行をもてなすために、特別に新しい館を建てたということなのね。気合入ってるよな。うん。6月15日、客人たちは何話津に宿泊した。ついに何話に到着したのね。この日に、飾り船30艘で客人たちを何話港の入り口に迎えて、新築の迎賓館に案内した。盛大なお出迎え。そこで、中富の宮所村地を丸、大鹿内の値荒て、船の不備と王兵を接待係とした。名前が独特すぎ。ハイゼイゼイが記録した随所和国伝には、和王は聖徳の阿波隊を派遣し、数百人を従え、騎乗兵を揃えて、太鼓や角笛を鳴らして出迎えた、と記録がある。随所和国伝の方が具体的に書いてあるじゃない。そうだな。阿波隊は誰だったのかしら。日本書紀で言う、大鹿内の値荒てがなんとなく似てないでもない。阿波隊、値荒て。微妙だな。うん。では、日本書紀の続き。妹子海は申し上げていった。諸越より帰還しようとするときに、諸越の皇帝は、文を私に渡されました。ほうほう、皇帝って激怒してなかったっけ?そう、まあ続きを聞いてね。鹿
かし、百済国を通過するときに百済人が荷物を探って、荷物を探って、かすめ取られました。そういう次第で文を献上することができません。なんだよそれ、妹子何やってんだ。それを聞いていた軍神は、死者というものは、死ぬことがあったとしても、死者としての目的を忘れるものではない。この死者はどのように考えていたのか。大国の文を失うとは、と言った。激おこ。そして妹子を流刑の罰に処そうとした。ええー、まさかの流刑。その時、天皇は巫女と乗りして言った。妹子は、文を失うという罪があっても、それをたやすく罪とすることはいかがなものだろうか。このことを大国の客人たちが聞いたらどう思うであろう、と言われて妹子を罪にしなかった。推古天皇、優しい。まあ、妹子は、ハイセイセイご一行と道中ずっと一緒だったから、友好関係は築いてるだろうし。それを、帰国早々に流刑としては、対外的にも印象が悪い、という思いもあったかも。うん。しかも、この手紙を盗まれた事件なんだが、いろいろな憶測が飛び交ってるんだよ。憶測って何よ？煬帝からの手紙が、実は日本にとって都合の悪い内容だったから、紛失したことにした、という説がある。それはあり得る。激怒させた後のお返事だし。そうなんだよ。そんな手紙を朝廷内の軍神たちが読めば、天皇や聖徳太子の立場が危うくなる。あ、そうよ。その一方で、ハイセイセイご一行とずっと一緒にいたのだから。嘘ならバレるので、本当に手紙は盗まれたのではないか？という説もあるようなんだ。むむ、確かにそうね。ということで、真相は不明。はい。では、続きを読むよ。秋、8月3日、モロコシの客人は都に入った。いよいよ、アスカでお出迎え。この日、飾り馬75頭を使わし、ツバ市の路上で出迎えた。ぬかたべの村地ひらぶが歓迎の言葉を述べた。ちなみに、ツバ市とは、現在の桜井市金谷あたりにあった古代で最も大きな市場のこと。へぇ、最も大きな市場ってことは、めっちゃ繁華街ってことじゃない。うん、山の辺の道と初瀬川が交わる場所で、水陸交通の要所として栄えてたんだよ。男女が集う賑やかな社交場だったという記録が残ってるんだ。おお、社交場。お店もたくさんあって、賑わってたのね。そう、わざわざこの場所で出迎えたのは。ハイセイセイご一行に、日本の都もこんなに賑わってますよ、と、国力をアピールする目的だったと思われる。なるほどね、日本だって栄えてるんですよ、ってアピールしたかったのか。そういうことだな。12日、モロコシの客を朝廷に召して、使者の口上を述べさせた。いよいよ朝廷にお出迎え。安倍の鳥の海、物の部のよさみの村爺だきの二人を客人の案内役とする。そして、モロコシの国の贈り物を庭に並べた。贈り物。これは、ものすごい数の贈り物が並べられたと思われる。しかも、豪華なものだらけ。使者のハイセイセイは手に神書を持って二度拝礼して、使いの趣旨を述べて立ち上がり神書を開く。ちょっと、神書を読むみたいだけど大丈夫なのか？これは国家間の正式儀礼の文なので安心して聞いていいぞ。ああ、妹子が亡くしたという文はこちらから送った手紙の返事というわけか。そういう位置づけみたい。その書には？その書には？皇帝は大和のスメラミコトにご挨拶を送る。使者である大来の祖縁甲羅が訪れて、欲意を伝えてくれた。妹子、褒められた。陳は天命を受けて天下に臨んでいる。勢いを広めて万物に徳を及ぼそうと思っている。勢い、徳という意味だよ。人々を愛し、育もうとする気持ちは、遠くも近くも隔たりはない。君は海の彼方にあって国民を慈しみ、国内を安寧に。人々は優和で、深い誠意があって遠くから重厚されるのを知った。その真心は美しく、陳は喜ばしく思う。すごく褒めたたえてる。少しずつ暖かくなり、私は無事である。私は無事って、なんだよこれ。もしや、激怒させたあの手紙のおかわりありませんか？絵の返事なのか。かもな。最後に締めの言葉。それゆえ、航路寺の焼却の廃聖聖たちを。あ、航路寺の焼却、とは、外国の使者を接待する中国の役職名。ハイセイセイたちを使わして、創始の意を述べ、合わせて別にあるような贈り物をお届けする、とあった。めっちゃ有効的。安倍の海が進み出て、その書を受け取ると、大友の杭の村地が迎えて書を受け取り、天皇の前の机の上に置いた。連携プレイ。謁見が終わり、退出した。お疲れ様でした。この時に、王子、将、もろもろの海の全員が冠に金の飾りをつけていた。将？皇族関係者たちや有力豪族の面々も参加してたと思うのよ。
王子は聖徳太子のことなのか？おそらく、そうだと思う。また、衣服はみんな、錦、紫、刺繍、織物。および、五色の危うす旗という綺麗な薄い布を用いていた。ある書によると、服の色はみんな、冠の色を用いたとある。漢字12回で冠の色が決められてたのよね。服も、その色に合わせていたのか。整列してたら、綺麗だよな。うん。16日、諸輿の客人たちを招待して朝廷で宴を開く。前回のは、新書と贈り物を受け渡す正式な儀式だったのか。そうみたいね。今回、改めて朝廷に招待して宴が催されたんだな。宴の料理も気合入ってたに違いないわ。だな。9月5日、客人たちを何話の大通りで宴を開いて歓待した。今回の宴は何話の大通り？そう、何話の大通りは外国要人の接待施設と言われている。あ、そうか。何話には迎賓館もたくさんあるのよね。うん。11日、諸輿の客人の廃聖聖が帰国することになった。そこでまた、小野の妹子を大使いとする。岸の成を添え使いとし、蔵造りの福利を通訳として諸輿の客人に随行させた。大勢で行ったり来たりしてるのね。今回は天皇が諸輿の帝に文書を送る。推古天皇が手紙を書いたのか？うん。その手紙は、大和の天皇が慎んで諸輿の皇帝に申し上げる。これは、天皇と皇帝を使い分けてる。使者である黄露寺の正客の廃聖聖らが我が国に来て、久しく国交を求めていた我が思いを遂げられました。季節は秋になり、徐々に冷えてきました。賢所はいかがでしょうか？賢所、隋の皇帝、煬帝のことね。思うに、穏やかにしていることでしょう。こちらは変わりありません。代来の祖円公と、代来のおなりらを使者として使わします。慎んで申し上げます。と、お書きになった。今回、天皇と皇帝って使い分けてるのは、妹子が隋での出来事を、こっそりと聖徳太子や隋子天皇に伝えたからかも。ありえるな。続きを読むね。この時、諸輿に使わした学生は、大和の綾の与え福縁、奈良の抑え名、高向の綾人源里、今木の綾人大国、学問僧の今木の綾人日門、南淵綾人昭安、鹿の綾人四、今木の綾人交際たち、合わせて8人である。綾人多いな。渡来人なのか？渡来系二世とか三世とか、ご先祖様が渡来人だったとかの可能性はあるかも。留学させるぐらいだから、優秀な人材だったのよね。そうだろうね。9月、小野の妹子らが諸輿より帰国した。妹子、お疲れ様。しかし、通訳の福利だけは帰国しなかった。おいおい、福利大丈夫なのか。帰ってこない理由の記録はない。この時の8人の留学生は、帰国後大化の改新で大いに活躍することになる。素晴らしい。肝心の小野の妹子は、その後。その後？大徳という最高位の官位にまで上り詰めたんだよ。すごい。妹子大出世。だな。国書紛失事件の真相だけど、実は妹子が煬帝からの返事を隠し持っていて、聖徳太子と推古天皇にこっそりと渡してたのかもしれない。それはあり得る話だな。もう一つの説としては、煬帝がそもそも返事の手紙を書いてくれなかった可能性がある。なるほど、こちらからの手紙に対して返事がもらえない、というのは、これまた天皇の威厳に関わることだわ。そう、朝廷内での求心力の失墜につながる。あ、パワーバランス。とにかく手紙をなくしたというのが一番丸く収められる手段だったのかも。妹子の気配りすごい。さすが、聖徳太子が見込んだ人物だけある。有能だわ。大徳の位に大出世したのも当然だな。そうね。今回の件だけど、日本書紀には煬帝を怒らせた手紙の内容が書いてないし、随所和国伝には返事を紛失したことが書かれていない。そう、両方を読むことで、歴史の裏にこぼれ落ちた真実が見えてくることもあるんだよ。うん、大和朝廷のパワーバランス問題なんかも見えてきたしね。うん。そうそう、妹子なんだけど。朝廷の役職を退いた後、出家して小野の専務と名乗っていたそうなんだ。小野の専務？聖徳太子が建てたと言われる六角堂の初代住職になったらしい。へぇ、そうなの？この六角堂の北側に池があり、僧侶の住まいが池の隣にあった。ふむふむ。当時、僧侶の住まいを坊と言い、ここは池の坊と呼ばれた。え？池の坊って？そう、ここで始まった華道が池の坊の起源と言われてるんだ。妹子は華道の祖と呼ばれている。まさかの結末。意外なところと結びついた。ということで、今回はおしまいです。
楽しんでいただけましたら、いいねボタンとチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。